皆様こんばんは。こんばんは。本日は2018ワールドチャンピオンシップスプレインデイ3の模様をお送りいたします。実況を務めますカツディオンです。そして解説にはデイマンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、昨日から始まりました2018ワールドチャンピオンシップスも本日で3日目となりました。ワールドチャンピオンシップスは世界各地のリーグからトップチームが集い、世界王者の称号と優勝トロフィーサモナーズカップをかけて戦う年に一度の国際大会です。今年の開催地域は韓国で、韓国の国内の4都市を巡りつつ進行していきます。プレイステージは韓国ソウルの LOL パークで行われており、日本からは LJL サマースプリットの王者としてデトネーションフォーカスミーが出場しています。先日行われたプレインデイ1では惜しくも1勝1敗という結果となっておりますが、今日の試合で1勝すればプレインノックアウトへと進出することができます。プレインのノックアウトステージでは対戦の組み合わせは各グループの1位と2位の試合が行われますので、1位通過2位通過、このグループステ、プレインのグループステージの順位というのも非常に重要になってきます。それではそれを踏まえて現在の順位をまずは見ていきたいと思います。まあ、まずはデトネーションフォーカスミーが入っているグループ C、クラウド9が2勝と、デトネーションフォーカスミーが1勝1敗という状況ですが、カブームeスポーツに勝つことができれば、まあ、プリンのステージ2ですかねは硬くなるのでここ勝っていきたいんですが、できれば1位通過したいですよね。特に、まあ、グループ B のちょっとスーパーマッシブ e スポーツとは戦ってほしくないなというのがちょっと個人的な見解ですね。この組み合わせもプール1、プール2、プール3と今までの評価をもとにしてくじを引いて分けているんですが、 G2 より上にいますからね、スーパーマッシブ。まあ昨日の試合を見るとこのチームが、グループ B の1位抜きをするのは硬いんじゃないのかなと思いますからね。さあ本日の順位も気になるところです。さあそれでは本日の対戦スケジュール見ていきましょう。本日行われるのはグループ C、グループ D、この2組の対戦スケジュールです。いやー、まあ日本代表のデトネーションフォーカスミがクラウド9との試合を一番最後に構えているというのは、まあ、何の因果なんでしょうかね。まあ大取りを務めるというところですが、まあ、まずはカブームイスポーツに勝つこと非常に重要ですよ。重要ですね。もしここでまず1勝挙げることができれば、気持ちを楽にした状態で、最終戦に挑むことができますからね。そして今日はデトネーションフォーカスミーレッドサイドです。トップから仕掛ける構成作ってくるとは思いそうです、思いますけどね。今のところこのワールズで行われているプレーインの試合結果は、まあ、ブルドレッド 50-50 で分かれてはいるものの、まあ、コーチの数が言うにはレッドサイドの方が繰り出せる作戦というのは多様にあるということですから、そのあたりも楽しみにしながら待っていきたいかなと思います。それ皆さん応援をねしていきましょう。あの応援ブーストキャンペーンみたいなのも今、うん、LJL の公式ツイッターのでやっているみたいですので、詳しくはそちらの方を見ていただければなと思います。いろいろもらえるみたいですよ。あれ僕たちはもらえないんですかね。まあでも応援ブーストキャンペーン の、 あのマウスパッド、サイン付きのマウスパッドがもらえる方はあのブースト応援パックのブロンズかシルバーかゴールドを買ってるのも対象らしいので、私は買ってますから。僕まだ買えてないですね。ああオーマイガー、家に帰れてないのね。ユタポンゴールドパックがあったらねすぐ買ってるんでしょうからね。すぐ買ってると思うんですよね。まあチームパックですからね。はい、皆さんそのあたりもねチェックしてもらえればなと思います。それではまずはゲーム1、この後は LMS 台湾香港マカオ地域からやってきた G-REX、 そしてガンビット e スポーツ CIS、まあ、CLS のん CLS でしたかね、違いますね、 CIS か CIS、あ LCL ですね、失礼しました。そうですね、 CIS の LCL 地域ですね、失礼しました。との対戦が待っています。この対決どうでしょう、デイワンさん。まあ順当にいくと G-REX の方がやはり、勝つ可能性は高いのかなと思いますね。特にコアラ選手にアリスタを使わせてしまった場合は、まあ、ほぼほぼ勝てないんじゃないのかとは思いますね。今のところ2試合とも使えてますからね。まあさすがにバンすると思いますが、まあ、単純にキャンディ選手とエンプティ選手のハンドスキル、そしてまあプレイ、連携面が高くなっているので、ダイヤモンドプロックス選手だけど抑えるのは難しいですよね。キラ選手とダイヤモンドプロックス選手がしっかりと連動した上で、
相手のジャングルもしくはミッドレーンを掌握できるかなんですが、ダイヤモンドプロックス選手の、ピック次第にもなりますかね。キャリー系のチャンピオンをピックした上で、キラ選手がそれをアシストできるようなチャンピオンかもしくは、ミッドレーンをプッシュして先に、ダイヤモンドプロックス選手のアシストできるようなチャンピオンの選択というのが重要になってきますかね。かなりこうワールズに適用されているパッチではカジックスやエリスなんかっていうジャングラーもバフされましたし、そういうのも出てくるかなという話もあったんですが、ナーフされたチャンピオンは出てきてないんですが、バフされたチャンピオンなかなかまだ出てきてないんですよね。そうですね、カジックスとエリス出てきてもおかしくないとは思うんですけどね。さあそれではそのあたりのドラフトも気にしながら見ていきたいかなと思います。ブルーサイド G-REX、 レッドサイドガンビット e スポーツです。自分たちアリスターをバンしてますね。これは自分たちとしても評価が高いという基準になりますかね。そうですね、それよりも、まあ、アリスタをファーストピックするよりは別のチャンピオンをもっとファーストピックしていきたいというのが狙いですね。ガリオ、アリスタをバンしているのに対してエイトロックス、アーゴットを返しています。アカリ、かなり評価の高いチャンピオンがずっとバンされ続けてますね。このあたりのチャンピオンはこのワールドチャンピオンシップでもバンの候補としてはかなりトップに来ています。そしてバルス、やはりボットレーンでのレーニングの強さというのとイニシエートができるというのが強みですからね。さあファーストピック何を取るのか、まだこのパッチだと間違いなくここでこれは取るよねというのがあまり決まっていません。グラガスを取るチームはかなり多いですね。まあ、グラガスの評価が、かなり高いですよね。ウェブのクリアスピードも問題がないですし、イニシエート能力の面においても強力ですからね。あとここでジャングラーと思わせておいて別のロールに持ってくるというのも先日ありましたね。そうですね。さあここで2体何を抑えるか、グラガスに対して有利を取れるチャンピオン難しいですね。ブラウムから取りましたね。キンドレッドの可能性がありますかね。ブラウムを取るとキンドレッド何か関係があるんでしょうか。オートアタックを、まあ、レンジ系のチャンピオンでオートアタックで、ブラウムのスタックを貯めることができるので相性がいいんですよね。ジャングラー見せません。サイオンです。先にトップの確保を行いましたね。今サイオンを先に出すというのはどういう意図のピックになりますか。ジャングラーやミッドレーンの AD キャリーを隠したいというのはあるんですが、それよりも、イニシエートができるタイプのチャンピオンを先に取っておきたいということですね。サイオンのトップレーンは安定しますか。安定してますね。ウェブクリアも申し分がないですし、ミニオンを倒した際の体力の上昇量も増えたので安定したピックではありますね。ではトップレーン先出しかなりこう、まあ、相手が見えてなくても出しやすいチャンピオンなんですね。そうですね。さあ G-REX それに対してザヤとラカン、おそしてこれはダイヤのプロックスのタリアですかね、のようですね。一応キラ選手もミッドレーンで使っていたはずなんですが、ただ G-REX としてはボットレーンから作り上げていく構成にしていきましたね。ただブラウム刺さってますよ。なかなか羽をブロックされてしまうのでザヤ自体でダメージを出すというのは難しいですよね。ブラウムの盾次第では集団戦グラガスのアルティメットザヤの攻撃どちらも跳ねのけられますが、どう組み立てるか。バンフェイズ2、ヤスオ、そしてアニビアです。ヤスオ、グラガスのコンビ非常に強力でしたからね。ノックアップの危険性を考えてヤスオのバーンをしていきましたね。あと何を消すでしょう。おう、イニシエートができるタイプのチャンピオンを消していきましたね。 G-REX がもう集団戦にフォーカスしてくるというのを警戒しているようですね。そうですね、 G-REX 自体はそもそも、集団戦が得意なチームですからね。その集団戦の状態になる前にこうダイヤモンドプロックスとキラで崩していきたいですね。ガンビット序中盤強力なタリアですからね。ダイヤモンドプロックス選手がどれほど、レーンに対して影響を持たせられるのかというのは重要になってきますね。さあそしてここでカイサが消えました。何を取りましたこのザヤとラカンに対して。ブラムがいるのであればレイトスケールを考えてトリスターナでもいいんですが、エズリアルにしますか。
より安定を取ったということになりますね。あとはロディック選手の得意チャンピオンでもありますからね。さあ G レックス、いや集団戦ですね。集団戦ですね。マオカイ、まあ、マオカイ、昨日も使用していましたがパフォーマンス良かったですからね。チームにフロントライン、タンクを追加していきます。そしてシンドラということであれば中盤のスケールもいいですし、ノックバックも味方を守るためにも仕掛けるためにも使えますね。クリアの面においても問題はないですからね。先出しでもかなり安定はするんじゃないですか。安定すると思いますが、ここでノーしますかね。あ、ブラッドミア、これはシンドラのレベル6のパワースパイクを防ぐというやつですよね。ただプッシュが負けてしまいますよね。序盤のレーニングも強いわけではないので、レーンのコントロールが取られてしまうことを考えると、おお、増位にしました。増位にしましたね。かなりナーフされたんですけどね。ガンビット e スポーツ、少しだけパッチ的に遅れているようなピックにも見えますが、どうなんでしょう。ゾーイ自体の、スリップバブルの性能を生かして相手のジャングルを掌握する狙いは分かるんですが、まずその前にミッドレーンのプッシュをしっかりとできるかどうかが、鍵になってくるので、ダイヤモンドプロックス選手がミッドレーナーのフラッシュを落とすことができるのかどうか、ここが重要になってきますね。 G レックスとしては、シンドラをピックしていることからも、レベル6のバーストに備えて、そのタイミングで、エンプティ選手がミッドに寄れていることが重要になってくる来るんですが、ザヤとラカンをピックしているので、一番最初レベル1から5までの間はボットレーンで作り上げ、レベル6以降はミッドレーンから作り上げて動くというのが予想できますね。結構話を聞いているとお互いにジャングルミッドの勝負になりそうですね。そうですね。やはり、まあ、このミッドレーナーを 制することによって G レックスとしては、先ほど昨日のようにボットに行かずともボットサイドの視界を完全に掌握することができる、掌握するムーブができるようになるので、ガンビット e スポーツとしてはそれは避けたいですよね。さあ G レックス現在全勝で1日目を終えることができています。それに対してガンビット e スポーツ現在1-1です。2位通過するにしても、ここで G レックスに1勝することができれば1位通過も狙える立ち位置になってきます。さあこちらは互いのチームの控え室リラックスはしてますね。まあこの後阿炎教官に包まれるのがこのコーチ陣たちの、ね、部屋なんですけれども、胃がキリキリしそうですよね。ただガンミット e スポーツとしてはトップレーンが採用、ボットレーンがイズリアルとブラウムになっているので、他のレーンから作り上げるというのが難しいですよね。ジレックスはマオカイを選択しないトップレーンから仕掛けるというのも難しいですし、ミッドレーンに対しての比重がかなり重いように感じますね。さあ2018ワールドチャンピオンシップスプレイン Day3 のゲーム1です。ジレックス VS ガンビット e スポーツの試合スタートです。コアラ選手は非常に積極的な選択ですね。スペルシーフエッジ、そしてエアリー、イグナイトですからね。攻撃的ですね。スティッチもリーサルテンポ、ただ相手のエゼリアルのハラスをもらうことを考えてドランシールドの選択にしていますね。エドワードとロディックはネコババとガーディアンですから守備的です。キラ電撃ではなく水星にしましたね。ハラスを積極的に行ってバーストで落とすよりは体力の有利をしっかりと逃げるような形にしますね。おっと SSG スキンを使っているスティッチとコアラ、可愛い名前でいやらしいことをやっていますがキャンプではないようですね。相手の位置を確認したでしょうか。まだコアラは隠れています。ボットレーンのブッシュ、レベルは非常に強力ですよ。ミッドレーンを移しますね。エドワードの体力がかなり削れてますが、それ以上のトレードはなさそうですね。まあこのミッドレーンの対決がゲームの主軸になっているのは間違いないので見てほしいんでしょうね。ただ体力のトレード自体はキャンディ選手が勝ってますね。いやここもかわしました。難しいですよね。パッシブのダメージ自体が、ゾイかなり落とされているので、パッシブだけで戦うと体力のトレード勝てなくなってますからね。さあレベル1
ジレックスボットラインしっかりと有利な状況を作っています。そして互いのジャングラートップレーンサイドからのスタートになっています。ダイヤモンドプロックス選手のこのルートを見ると、おっと互いに CC の当て合いですね。クレンズをどちらもサマナースペル選択しているので、イグナイトから突然切るという状況にはなりませんが、この後そうですね、ジャングラーが絡んでくれば分かりません。ただダイヤモンドプロックス選手はリコールをしているので、このガンクのタイミング、刺すこと、一方的に刺すことができるのは、ジレクスサイドですね。しかしワードに移りました。いいガラスだ、キラー先にスカトルのコントロールを握ることができますね。ボットレーンからコアラもしっかりと寄っています。姿を見られてしまってはいますが、ダイヤモンドプロックス選手はリコールをしているタイミングだったので、問題はないですね。さあダイヤモンドプロックスブーツを買って戻ってきました。移動速度を速めることによって、ジャングルのクリアスピードを速めるという考えと、まあ、単純に、ミッドレーンに対してのガン回数を増やそうといった狙いですよね。やはりこのミッドを狙っていかなければいけない。あ、このシンドラを、サイドレーンに動かすようにしてはいけませんからね。逆にダイヤモンドプロックスとキラで、まあ、サイドレーンもしくは相手のジャングルにプレッシャーをかけてもいいような気もしますね。そうですね、キャッチ自体は非常に強力ですからね。ゾイのスリップバブルが当たればノックバック反則じゃん。いやー、いいダメージだキャンディただしまだキラはリコールしていません。ただリコールタイミングがないですね。ここでダイヤモンドが作りそうです。ミッドレーンに姿を見られたとしてもキラをリコールさせたい。ただキャンディ選手も同様にリコプッシュをすることができているので、ミニオンのロストが発生しそうですね。さっきらリコールは遅れましたが、レに長くいた分買い物のところではブーツ分アイテム的には上回る状況にはなっていますが、問題はこのキャンディのワードによってダイヤのブロックスの位置が常に把握されていることです。今も見えていました。ガンクのポイントがないですね。してキャンディ選手はゾーマの書を買っているので、レベル6のタイミングのバーストを考えてますね。今のところエンプティはファームと視界の管理に努めていますが、じゃあこの後ですかね、ミッドレーン。そうですね、レベル6にキャンディ選手がレベル6になったタイミングですね。クレンゼに受けられてしまう可能性は確かに高いですが、さあダブルでかわしたタイミング、先頭になっているところに先に寄れるのはエンプティだ。さあスティージョスを狙いに行く、赤バフもついているぞ。フラッシュボディスラム、ファーストブラッド獲得。エンプティミッドレーンからキラも寄ってきていましたが、 PK フラッシュアウトでかわしています。何とか一人を捕まえたい。スティージョスもパッシブの状態で追いかけてはいますが、パンチは届かない。1キル獲得はジレックスのみです。さあこの後ジャングラーに対してダイヤモンドブロックスがプレッシャーをかけられるかどうか。さあ拾ったフラッシュを使って PK に接触していきます。ここに合流。さあ3人で囲い込んだ。レベル6になっているのはスティージョスだ。タワーダイブから1キル獲得です。ガンビットも返していきます。ただミッドレーンのウェーブをかなりロストしてしまうので、キラ選手としては、キルを獲得できないことを考えるとマイナスにはなってしまいますね。ただメインキャリーが、ダイヤモンドプロック選手なので、このキル稼げたのは、JMEの方が有利にはなったと言いますね。おっと狙われてるぞ。ただヒールも拾ってますね。スリーパブルヒールを使って追撃だ。キューはしっかり当てていきます。体力のトレード勝ちました。キラだいぶフラッシュないのバレてますよ。コラプトポーション、ただしキャンディー残っていません。まだクレンズはある。キラー、おっとエンプティーに Q が当たってしまった。キャンディーに対してバーストを出すことができない。キャンディーのキルになります。いやー、ゾーイの動きをもう予測してましたね。 Q を使った瞬間にアルティメットを使用するであろうということを考えて、エンプティー選手の体を前に出してましたからね。さあこれでこの時間帯に一番キルが欲しかったところに GLEX キルを与えることができました。自分たちの狙いを先に遂行することができたのは、これで GLEX になりましたね。
ボットレーンでも大きな CS 差です。エズリアルというチャンピオン自体がチャンピオンパワー非常にそがれてますからね。レーニングで差を作るというのは難しいですね。 CS だけならいいんですが、タワーもこれ削れてますよね。相当な量削られてますね。ホットプレーン、ウィーバーウォールとスティジョスのちょっとスモーシンから PK を挟み込んだ。フラッシャーまでない時間帯です。うまくスキルをかわして時間は稼ぎます。キューもかわしてダメをかわしていましたが、ここらデッドです。さあエンプティー、ここにねじ込んでいく。おごりも使って手前に引き寄せた。スパイトを使って電源は発動していますが、これは届かない。いやー、度胸がありましたね、水上選手。これで落ちませんか。あとオートアタック一発もらっていればキル取られた可能性あったんですが、さあ互いに2キルずつ。トップレーンでキルを生み出しているのはガンビットですが、アシストの状態になっています。それでもダイナプロックスに2キルが入っているといういい状況でしょう。今回 PK 選手は耐える役割ですからね。レーニングで有利を作るというよりはレーニングで耐えてもらうような形になっているので、キルを取られていたとしても、それほど問題にはないとは思いますね。ボットレーンやボットレーンとミッドレーンから中心から作り上げていく構成なので、ジレクとしては重要なのはボットとトップを、ボットとミッドをですね、いかに育てさせるかが重要になってますね。さあ、ただボットレーンのタワー先ほど映っていましたが、すでに4割ほど削れています。ミッドレーンも大きな有利作り上げてることできてますからね。やはりこうなりますよね。キャンディーが相手のボットレーンサイド、おっとプレッシャーかけにか、スリーパブル当たったぞ。すぐさまクレンズ、そしてスタンで返す。キラーも間がありません。さあ、このブルバフ欲しいことでしょうが、コアラが寄ってきては難しいか。ダイアンドプロックス、スマイトを持った状態で見守ってはいる。いやー、連れ去ったしっかりとキャンディーがブルーバフをスティール成功です。いや、ズルですね。まあ、シンドラですからねもうこれされてしまってはもうスマイトも使いようがないですからね。そしてタワーが削れていく。トゥルーショット打ってなんとかミニを削りたい。しかしタワーの体力残り2割もないぞ。いやー、 1v1 であったとしてもスティッチ選手の使うザヤの方がチャンピオンパワーが高いですからね。いやー、そしてエンプティが寄ってきた。おごりもある。フラッシュももうしばらくすれば上がりそうだ。コントロールワードも消されて一気にプレッシャーが高まります、ボットレーン。いやー、ここね、ボットに対してプレッシャーを与えることによって、ボットレーンの2人は下がることしかできない。そうなると、まあ、ボットレーンのタワーが必然的に破壊することができますからね。いや、もう割れますよ。いや、プレッシャーがかかっているのであまりアグレッシブに前に出られないんですよね。ミッドレーンから動きました、エンプティとキャンディ。これはもうボットインサイドに姿を隠すだけでいいですよね。おっと、そして守ろうとしていたところエドワード捕まった。そしてボットレーンではロディックに仕掛けている。1キル獲得はコアラ、そしてファーストタワーの獲得にもつながっています。これは下がるべきでしたね。トップサイドに対してダイヤモンドプロックス選手が移動していたのに加えて、自分たちの、相手がジャンクルに入ってくるルートをコントロールワードでしっかりと、潰されてしまっているので、あそこでボットを守るのは、不可能でしたね。そしてその間にヘラルドを取ろうとしていたんですが、相手が動いた後の選択になっていますから間に合っていません。警戒がしっかりとできてますね。さあ、ヘラルドストップです。そのままコアラトップレーンに向かいます。後ろからスティッチもやってきている。スティージョスに対して狙いにかかる。体力を削れ、ここにダイアンドプロックスエドワードも寄ってきました。打ち上げはクラッシュアウトで PK かわしています。スティッチがもうしばらくすれば追いつくタイミングですが、その前にエドワード、いや、ガンビット仕掛けることはできませんでした。現在エンプティは離れている状況です。 G レックスとしては集まる様子は特に見せていません。ボットのサイドのクリアを行ってから、トップサイドに対して体を見せていくような動きにエンプティ選手はしていきますが、このタイミングでなければ、キルを狙うポイントはなかったので、ジレックスとしてはしっかりといなすことができましたね。ガンビット仕掛けたかったですね。ここ仕掛けることができなければもうキル取れるチャンスがありませんでしたからね。おっと、これはまずいぞ。スタンが当たった。 W からマルクの本流どうするか。きっちりダメージ見えています。キャンディーソロキルです。あの Q が当たらなければ Q 取られることはなかったんですが、しっかりと Q を使ってからのアルティメットだったので反応することができませんでしたね。
さあここでリプレイです。いやこの動きに対してキャンディ選手しっかり反応ができてましたね。いやもうこのタイミングであと9一発もらえばキルポイントだったので、キャンディ選手としてはしっかりとそこを把握することができていたのが大きいですね。そしてキラーとしてはその9に対してフラッシュを使うべきでしたね。いやこれでもルーデン以降がキャンディ選手完成したので、レーニングでのプレッシャーキラー選手は計り知れないものをかけられることになりますね。ミッドレーンもう無理でしょう。もう無理ですね。そしてトップレーンはキル取られてはいるんですが、結局魔王界タンクチャンピオン対象視点のスネを持っているので、キルを取られていたとしても、仕事ができる一番重要なミッドレーナーを育てることができているジレックスの方が、自分たちの狙いを、遂行することができてますね。なんだかんだしっかりと CS もほぼイーブンで抑えて、アイテムもカタリストで耐えることができてますからね。グローリーにもつなげられそうだ。そしてもうすでに先にボットレーンのタワーを破壊できているので、ボットに対してのプレッシャー先に与えられるのは PVP スティーズの選手。そうなるとキルを取られていたとしても、自分たちがファームする時間を、獲得することができますよね。さあミッドレーン狙いに行きます。少し今流れている映像と音声がずれているようですが、映像に合わせて喋っていきたいかなと思います。今ありましたね。さあミッドレーン人数を集めて CG に向かっているのはジレックス。そのままミッドレーンのアウタータワー破壊に成功です。いやキラ選手がクレンズとフラッシュを落としたので、ミッドレーンに対してまた一つプレッシャーをかけられるようになりますね。ここリフトヘラルドをやっているのを確認できてはいるんですが、止めに行けますかね。アルティメットスキルはほぼ残ってますよ。いいダメージだキラ。キャンディの体力を削りましたが、エンプティがすぐさまボディブロック。しかしこれは時間を稼ぐ動きにつながっているか。キラを狙いに行くのはジレックス。そのまま捕まった。これは逃げられない。1キル獲得。しかしその間にヘラルドを獲得することはガンビットできています。しかし拾えない拾えない。 PK が迫ってくる。さらにスイッチ、なんと AD キャリーで最前線だ。ゾーニングしきりました。拾いに行けません。いやー3対1で前に出ますか。さあプラストコン、いやスティーズ、これはデッドしても拾いたいという判断だ。ここに対して止めにかかるのは当然ジーレックス。ボディースラムで体が前に出せない。フラッシュアウトするしかなかった。守りきっています。いやただこれはおーおおステッチ反応した。見えている。いや全力で守りきりましたね。なんということでしょう、ジーレックス。ノーデッドですよね。ノーデッドですね。むしろキラ選手のキルを取ったのでプラス1ですね。リプレイで見ていきましょう。いやキラ選手の狙いは良かったんですけどね、こう大きく体力を削ったことによってキャンディ選手が集団戦に参加するのが難しくなったんですが、先にコアラ選手がブッシュに潜めていることによってキラ選手に対してダメージを与えることができた。そしてワンドもスティッチ選手ですよね。ここで彼が体を、前に出していなければヘラルド取れてましたね。確実に取られてましたね。キラーとしても視界があればもう少し手立てはあったんでしょうが、そしてこの間にボットレーンを先に PK 選手はプッシュしていて、ミニオンが全て焼かれてしまったので経験値の差が生まれてしまうんですよね。なんとかガンビットとしてはタワーが取りたいという動きです。4人を集めています。このタワー破壊することができればイーブンにはなりますが、それでもミッドレーンのタワーを破壊されている分、ガンビット e スポーツの方が、不利ですね。そのまま行きますか。 PK が待っている。エンプティも寄ってきた、コアラも寄ってきた。しかしキャリーの2人は違う場所にいます。スティッチがトップレーンに行こうかと少しステップを踏んでいましたが、もう一度ミッドへ対処できるという判断です、ジレックス。いやただこれかなりの量のミニオンロストしてますね。トップレーンの、ビッグウェーブ丸々なくなってますからね。これ一人でいるのがジレックス、2名いるじゃないですか。これ得をしてるんですよね。得してますね。キャリーに経験値を集めることができてますからね。トップレーンとミッドレーンのミニオンをしっかりとキャリーの2人にずっと渡し続けているのはジレックス。ガンビットはそれを許してでもオブジェクトを取りには行きました。ただこのオブジェクトの獲得によって、入ったゴールドと、経験値の差はちょっと見合うものではありませんね。キラとキャンディのレベルすでに2差、エディキャリ同士も1差ついています。
フルショットミニオンのウェーブクリーンを使いたい。トップレーンサイドには先ほどガンビット全く入っていませんでしたから視界を取っているのは G レックスです。そのプレッシャーを生かしてインナータワーを削っていきます。インナータワー相当な量を削ることができましたね。ただお金は持ってるんでここで帰っても良さそうですね。そうですね。これで、キャンディ選手は忘却のオーブ、そしてスイッチ選手は、これなんて言うんですっけ、ですねアイテムがですね非常に弱いので喋る機会がめったになくてですね人参って言ってるんですよね僕もこらなんとかシャードでしたかね。あ、そうですね。あ、ヒルヒシャードか。あ、そうです、あれもうちょっとバフしてあげてほしいですね、アイテム的には。まあ、ダメージ自体は一応あるんですけどね。一応レベルですよね、でもまあ、もう少しで、ラピッドファイアキャノンも完成させることができますからね。それを考えると、もう一つコアアイテム、スティッチ選手のコアアイテムですね、待ってもいいですね。さあ現在試合時間18分35秒36秒というところですが、グローバルゴールド大きく有利を作っているのは G レックスです。3000ゴールドから4000ゴールド作っています。いやー、スティッチ選手はあとラピッドファイアキャノン一つ完成させればまずパワースパイクを迎えることができるので、それに対してロディック選手はまだトリニティフォースの完成ができていませんからね。村真も進化していません。この差を埋めるのは難しいですね。耐えるしかないんですが、そもそも耐えさせてもらえるかですね。 PK 選手対処してのスネア持ってますからね。おっとロディックそこに行くのは危ないぞ。ずっと待ってますよエンプティとキャンディ。ただ全員でしっかりと入っていきますね。こうすれば大丈夫ですか。こうすれば大丈夫ですね。トップレーサイドの視界を取り返しに行きますガンビット。さあスタンが当たったその瞬間アルティメットから仕掛けていってスリープバブル当たっていますがコアラは無事だ。1キル獲得キャンディ。さらにはジャングルの中スティッチが1人でエドワードの体力を4割削っている。そのままトップのインナータワー狙いに行きます。コアラ選手はこれなんですよね。判断が非常にいいですね。イニシエートが得意なプレイヤーというのがもうあの動きからも分かりますよね。まあ、ラカンとアリスターどちらもそうですね。ただ先ほどのは、一瞬の判断ですかね。本当に2人重なったちょうどのタイミングで飛び込んでいったので狙い澄まさないと難しいんですよね。さあこれでゴールドもさらに入ってスティッチのラビットファイアキャノン完成です。これでタワーの CG も速くなりますしオートアタックの距離も長いですよね。このタイミングリプレイで見ていきましょう。クラッシュイン W アルティメット。いや難しいタイミングなんですけどね。キャンディ選手がしっかりとスタンを当てていたというのも大きいんですが、その CC に対して合わせられるポジションをしっかりと取れていたという点も大きいですからね。ポジション取れてなければ入れませんからね。そうなんですよね。さあスティッチパワースパイクです。何をするでしょう G レックス。 G レックスとしてはこのまずミッド、削れているインナータワーの破壊に向かって、その後にジャングルトップサイドのジャングルの視界を掌握した上でバロンに対してのプレッシャーを与えていく。ただバロンが速い構成ではないのでもしバロンに触ったとしてもそれはベイトになりますね。なるほど。ではベイトをするためには今ガンビットが懸命に取り返した視界を取り返さなければいけませんね G レックス。まあ容易ですね。キャンディ選手は AOE スタンを持っていますしそもそも先ほどのプレーのようなコアラ選手のプレーを見せられてしまうと、なかなか相手のジャングル内に入るという勇気も湧きませんからね。特に先ほど狙われたキラーサモナスペルが全て落ちている状況です。捕まったらもう逃げられないですよ。壊滅的な被害になる可能性はありますからね。ただインファーナルドレイクが、あと残り3秒で湧くのでまずそれを獲得してからになりそうですね。そうですね。 G レックスとしては非常に余裕がある状況です。これでまた一つ強くなりますね。さあインファーナルドレイクの獲得は G レックス。相手がインファーナルドレイクに向かっているのを判断してダイヤモンドブロック選手エドワード選手としてはバロンサイドの視界をまずは消しにはかかってはいるんですが、中途半端な消し方になってますかね。このタワーはどうだ。もう守るのは厳しいぞ。ミニオンがギリギリ残っていましたね。さあミッドのインナータワーの破壊にも G レックス成功です。
これですでに6000ゴールド近くの金額の有利を取っています。 PK 選手が、ライチャスグローリーを完成させたので、ここから、集団戦の形を取りに行く、動きに入りますね。先ほど言っていたトラップがより強力になりますね。フラッシュを使わずとも相手に追いつくことができますからね。なんとかロディックがコアアイテム2つは完成しました。ようやくトニティフォースと、村マナなんですが、 PK 選手に対して有効打になるかと言われると難しいですよね。さあミッドレーンスティッチテレポートを使って戻ってきます。アウターターを守る動き、振りかぶったスティージョスに対して仕掛けていってスネア3人に決まったか。最後からテレポート、さあ後ろからのエンゲージだ。 PK のさ第一の捕獲がやってくる。これはダイナブロックスでなんとかウィーバーボールで止めてはいますが、自陣が捕まったすぐさまフラッシュアウト、ちょっとずつ猛進で仕掛けていくのはスティージョス。しかし捕まった、無敵になって時間は取っていますが、もう孤立している状況だ。横からの PK のプレッシャーが凄まじい。そして一気に入っていった相手を一人捕まえてはいるものの、エロワールがここは守っています。スティージョスパッシブの状態ではありながらも時間は作りました。1キル獲得 G レックス。キラもう一度仕掛けてキャンディの体力を削りましたが、スキルはどうだ、ギリギリ届かない。さあ人数の有利を作っているのは G レックスです。レッドバフなんとか渡したいところですが、どうだ、ここはダイヤモンドプロックスが抑えるしかなかったか。そのままバロンに向かいます。いやリスクのあるバロンですかね。ただこれは敵を呼び込む形になりますか。コアラアルティメットはありません。キラの体力もない状況、ブラストコーンも破壊した。さあ時間がかかっている、キャンディも体力が少なくなっている状況だ。スリープバブルがエンプティに当たりました。さあコーラもコール姿を現した。挟み込んでいるような状況ですが、コーラは体力がもうあまりない。キライグナイトも拾っています。いやしかしこれ拾ってはいたものの、使われたイグナイトでここでダウン。そしてそれを見てから一気に仕掛けるのは G レックス。さあこれでキャンディアンストッパブルコールです。4キルの獲得になりました G レックス。いや一方的な有利になりましたね。テレポートが入ってくるタイミング PK 選手完璧だったのもあるんですが、3人でまず相手の仕掛けに対していなしたというのも大きいですね。さあ一度リコールになるでしょう。リプレイです。まあこれはもうベイトですよね。バロンをそのまま続ける判断は絶対しませんよね。体力もないですし、ただここコアラ選手の仕掛け方、いやイグナイトとオートアタックだけでうまく引きつけましたねコアラ。あの体力で2人を引きつけたんですよ。お互いにまあ、かなり苦しい状況ではあったんですが、 ジレックスが、一歩上手をいきましたね。さあキルが拾えませんガンビット。先ほどの集団戦でのダメージ量です。トータルダメージですね。あトータルですね。しっかりと、スティッチ選手は、キャリーとしての役割を果たすことができていますね。オートアタックが届いたぞ。そのまま狙いに行く、打ち上げも入った。ここはスティージョスフラッシュアウトの判断をしました。いやキャンディのプレッシャーすごいぞ。ブルーバフもある時間帯です。さすがにタンクは誰も守りませんね。まあ体力回復しますしねさあスティッチ少しマナが少ないですが、冷静にスリープマブルをかわしながらミッドレーンをもう一度押し込みます G レックス。しかし視界がないところからタンクが2人飛び出してくるんじゃないか。さあいった PK 誰を狙いに行く。じゃあここはスローが入りました。サイドレーンのミニオン作れているのは G レックスです。ボットレーンはややガンビットが押し込む形になるが、おっと PK 面白い位置だ。キャリーの2人が狭い場所に囲まれているぞ。さあそして捕まえに行った。まずはダイヤのブロックスからだ。キラは逃れてはいるものの、その間ですね集団戦の状況からスティージョスもう一度これで捕まえているのはエンプティ。冷静にフロントラインを見分けながら立ち回っています。 PK がもう一度サイドからプレッシャーをかける。キラに対して飛びついていきました。ノックバック手前に寄ったところエンプティが合わせて1キル。さあこれで3キルつなげているのは G レックスです。キラ選手アルティメットを使用するべきではありませんでしたね。いやこれでファロンは獲得できそうですね。エドワードとロディックがバロンに向かってはいますが、どうだ
コアラとキャンディでプレッシャーかける。バロン財力まだ5000というところ、かなり時間がかかっている。しかしここでキャンディのアルティメット上がった、落とし切ります。そもそも QE だけで体力が7割、レベル差もあったでしょうかね。バロン獲得、 G-REX です。すでにキャンディ選手は、6キル0です、2アシスト、そしてボイドスタッフまで完成しましたか。いいポジションでしたね。いいポジションでしたね。相手が 入るタイミングで PK 選手もアルティメットを使用して入っていきましたからね。スリップバブルをしっかりとスティッチ選手としても避けていますし、まあ、この後スティッチ選手が、スティッチ選手をひたすら追いかけ回しはしますが、それも届きませんからね。ダイヤモンドプロックスもあの狭い中でスティッチにしっかりと W を当てていて、ダメージは通していたんですが、フェザーストームがありました。いやーもうどうしようもないですね。エドワーズ選手としてもすぐさま立ってもらったんですが、あれは無理だ。強力なビルドが揃ってますよね。スティッチ選手もインフィニティエッジが完成していますし、コアラ選手 G コンバージェンスが完成しているので AD キャリーのダメージさらに上がりますよね。キャンディもいい、これいつでもメジャー買っていいですよ。買っていいですね。ダクシル10スタックです。ここワンプレーのミスがそのままゲームエンドにつながりそうですね。さあバローマップバフを持っているのは G-REX です。ミッドレーンを PK が押し込んでいきます。テレポートももうしばらくすれば上がるでしょう。かなり強引に攻めていっても、ガンビット e スポーツとしては下がるしかなさそうですよね。今回フロントが、ブラムとサイオンとはいますが、サイオンはエゼリアルを守らなければいけませんからね。プレデターの発動からプレッシャーをかけて大地の捕獲も使っています。これは戦わずして割ろうという判断だ。ウィーバーボールをカウンターで打ちましたがすでに遅かった。そしてスティージョスに対してまずは仕掛けていきます。スティッチフリーの状況だ。エンプティが相手のキャリーをしっかりと見ている。ダイヤのブロックの効果が捕まった。氷河の烈光でしっかりと返していますが、コアラが立ち回りながら味方の元に戻ってきてノーデッドでまずは先に1キル。そしてクラッシュインからキャンディダブルキルだ。ここでデッドはしたものの、スティッチが残っていれば問題ないでしょう。ロディックをもう一度捕まえていくのは PK。 ブリンクは間に合っている。追撃はコアラ、体力がもう残っていません。そのままインヒビターの獲得につながるのは G-REX です。あ、テレポート持ってるんです。スティッチ選手帰ってきますね。さあバロンリコール非常に素早い。そしてこのタイミングで戻ってきます。さあまだ復活するには時間がかかりすぎる。ガンビットあと10秒、4人で2人にプレッシャーをかけ一気にネクサスタワー割りにかかります。さあ2本割り切った。このまま破壊になるでしょう。フラッシュインプレッシャーをかけながらキルも取っていきます。そしてネクサスを破壊。このゲームまずは勝利したのは G-REX です。いやガンビット e スポーツとしてはトップサイドにガンクを行って、ダイヤモンドプロックスにキルを入れることによって、キャリーができるような状況を作り上げることができていたんですが、その後に、キャンディ選手がキラ選手を、まあ、キルを取ったことによって、形勢が一気に変わりましたね。 G-REX としてはミッドレーンを育てたいという目的を、キャンディ選手だけで、こなすことができたので、もうあとはもう自由奔放にエンプティ選手としてもキャンディ選手としても動き回りますよね。ミッドレーンで決着がついてしまったわけですね。そうですね、レベル6になったあのタイミングが一番危険だったので、ガンク、しかり、ソロキルしかりされてはいけませんでしたよね。しかも今回レッドサイドでシンドラを見てからゾイを当てていったというところもあって、この後にちょっと響かないかキラ心配ですね。心配ですね。G-REX しっかりと勝っていきました。これで3勝0敗です。まあもう1位通過ですかグループは。そうですね、そうなりますね何の障害もなく乗り越えていきましたね。この後仮に残されたカオスラテンゲーマーズが2勝したとしても3勝には届きませんから、1位通過が確定したということになるでしょう。また詳しく情報が入り次第、まあ我々の番の時は分かりませんが、まあ、お伝えすることになるのかなと思いますさあちょっと G-REX に対してガンビット、まあ
ミッドレーンの話はありましたが、なすすべなかったという感じが若干しますね。そうですね、もうボットレーンでの耐える構成だったんですが、ボットレーンが耐えても、ミッドレーンが崩されてしまっては意味がない構成だったので、ミッドレーンに対してのやはり、まあ、一番最初に言ったようにミッドレーンに対して その責任が重すぎた、うん、ミッドレーンが負けてしまっては全てが崩壊してしまう構成だったので、もう少し分散させるべきだったのかと思いますね。そもそも PVP スティージョ選手は、キャリー系、まあ、ファイター系が得意なのでファイター系を配置してもいいですよね。ちょっともったいないのかなという印象が一番強いですね。ドラフトもちょっとこうなんて言うんでしょうね、レッドサイラーなんですけれど、その安定して出せるものをまずは出してこう様子を伺うようなドラフトになってしまって、 これで勝負していくんだなというのが最後の増位ぐらいですか。そうですね、せっかく、サードピックで次2番ができるような状態というのと、フィフスピックで一番全て相手の全てのピックを見た上で、カウンターピックを取れるような、状況であったにもかかわらず、自分たちの安定的なピックを優先して取ってしまったことによる、まあ、ちょっと、まあ、なんていうんですかね、防御的な判断っていうんですかね、それが結果的に、悪い方向に傾いてしまいましたね。それに対して G-REX、まあこれで1位通過をまず確定させていますから、プレインのラウンド2にも当然出てくると思うんですが、まあ、ここまで3試合見てきて気になるプレイヤーチャンピオンいましたか。いや、コアラ選手ですね。コアラ選手です、ね、いや、うまいですね彼は彼がうまい、彼はうまいですね本当に。他のプレイヤーはやはりうまいんですけど、キャンディ選手もハンドスキル高いですし、ただやっぱりコアラ選手のイニシエと、あとはまあリスターでのあのプレーはしびれますよね。こうなるとですよ、レオナも使えそうですね。使えそうですよね、イニシエタがうまいとなると、アリスターもバンされてラガも使えなくなったらレオナ使うんじゃないかっていう感じが若干しますが出てきそうですよね、ちょっとエンゲージができる系のサポートを取らせてしまうと、この G-REX のペースというのが生まれてしまいそうですね。ただバンしなければいけないチャンピオンたくさんいますからね。さあ、ここもイグナイトでコアラが相手を引きつけて倒したシーンでしたね。あ、ここは PK 選手がファインプレーでしたね。いい立ち位置でしたね。キラ選手が入った直後にアルティメットを使用することになり、キラ選手がフラッシュを使ったとしても逃げられない、タイミングでしたからね。もう完全にキラとダイヤのプロックスしか見てないんですよね。いや、多分ここでもキラ選手に飛びついて、キルにまでつなげることができてますからね、まあ、そもそもこういった完全な集団戦は得意な構成ではありませんでしたからね。ゾイとタリアでまずは1体キャッチした上で4対5で集団戦を行うというのが彼らの目的だったので、5対5の集団戦をしなければいけないような状況になってしまったのが、ちょっとガンビット e スポーツの狙いとしては、苦しかったと。そうですね、もうここまで来るともうダメージの総量というのも全く異なりますから、ちょっと太刀打ちの仕様はなかったですね。コアビルドが一つ分丸々違いますからね。さあ、 LMS 台湾香港マカオ地域からやってきた3つ目の枠で今回 G-REX 登場しているんですが、確かな強さで成果を出しています。さあ、そして続きまして、この後はゲーム2です。カブーム e スポーツ VS デトネーションフォーカス3の試合がこの後待っています。いや、楽しみですがちょっと怖いですね。怖いですねいや、まあ、昨日使っているので期待は高いんですが、それではやっぱり不安というのは取り除けませんね。もうこの後インターバルを挟んだ後すぐ始まりますので、まだ職場にいる方、学校にいる方、ゲーム中の方は皆さん、なるはやで、呼び戻してください、それでは一度インターバルを挟んだ後ゲーム2見ていきたいと思います。それでは我々一度失礼いたします。